新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。2023年1本目の動画になります。はい、ということで今日はお正月らしく目標達成というテーマでお話をしてみたいと思います。僕も、今年掲げている目標っていうのはいくつかあって、昨年の11月に左肩の腱板を治す手術を受けて、まあ、今リハビリの真っ最中ということで、うん、まずしっかりと肩を治した上で、まあ、もしね叶うなら大会出場とかそのあたりも視野に入れてねいろいろ取り組んでます。でその目標ということについては、今回のテーマでもあるダイエットを今年こそね成功させたいというふうに思われている方もいらっしゃるかなということで、まあ、その方たちに向けて動画を撮ってみたいと思います。はい、僕自身今取り組んでるこの肩のリハビリとダイエットってすごい通ずるところがあるんじゃないかなと思っていて、だから僕もそのリハビリに取り組む時、過去にやってきたダイエットの時のこの心構えというかね、そういうのを結構意識してます。ダイエットとそのリハビリの共通点として、取り組みにすごい時間がかかることだったり、あの最初の段階とねその目指すゴールっていうのが結構かけ離れてるところとかね、まあ、そのあたりが似てるんじゃないかなというふうに思います。で、まあ、本題に戻るんですけども、ダイエットを成功させるためにね、今日は、意識するといいと思う5つのポイントというテーマでお話ししてみたいと思います。3つはメンタル的なこと、うん、で2つはそのノウハウ的なことのお話をしようと思うんですけども、ということで早速まず1つ目のポイントからお話ししていきます。まず1つ目は自分はできるというふうに信じることだというふうに思ってます。うん、痩せるんだとかね、体をシェイプアップさせるんだとかっていう理想っていうのはあると思うんですけども、それが思うだけだともちろん叶わないので、そこに向けて行動していかなきゃいけないんですけども、その時にこう自分には無理なんじゃないかなって少しでも疑いがあると、どこかねこう他人事みたいな感じになってしまうかもしれませんので、自分自身は絶対に叶えられるんだっていうふうにまず信じることからスタートするっていうのが大事なんじゃないかなというふうに思います。なるほどね。ダイエットしようとかなんか思う反面、人間ってほら元の状態にっていうか慣れてる自分に戻ろうとするっていうか、だからやろうって思う反面、でもまたダメだろうなみたいなところで頭で思いがちじゃない。特にその取り組んできたけど失敗しちゃったっていう経験があると、そっちの方が、うん、自分の学習として馴染んじゃってると思うんで、うんうん、自分の結局スタンダードみたいになっちゃってるから、うん、そこはやっぱり断ち切るっていうのは大事だよね。そうなんですよね、本当。それをこう乗り越えるためのポイントとして、うん、まあ、次のねテーマを挙げたいと思うんですけども、うん、それは具体的にイメージするっていうことです。ぼんやりとしたイメージだとやっぱりその何をすればいいのかっていうところでね、うん、イメージも湧きにくいと思いますから、あの具体的にどうなりたいかっていうのを、まあ、明確に意識することが大事かなと思います。でその時にあの意識するといいと思うのが五感です。あの五感って視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚っていう、ね、5つの感覚なんですけど、その中のどれかが必ずその目標には関わってくることかなというふうに思いますから、例えば僕だとねダイエットするときに、まあ、視覚でねまず目で見た時の自分の姿が、まあ、例えば鏡だったり映像だったりで見る姿がどういうふうに見られるようになりたいか、あとはあの、まあ、僕ダイエットするときってやっぱ大会に向けてっていう部分が、まあ、ほとんどなので、大会に出た時のなんか雰囲気をこう五感で感じてることもイメージします。あの会場の音だったりこう控室で感じる匂いだったりとか、あとはね原料食食べる時の味だったりとかね、ただそれはやっぱ経験してるからイメージしやすいっていうのはあると思うんだけど、未経験のことはイメージ湧きにくい部分はあるかもしれないんですけど、でもそこはなるべくこう想像力を働かして、あとはそのなった時に自分がどういうね状況にいるかっていうこともイメージするといいかなと思っていて、なんか女の人とかさよく痩せたらこの服って、アイリン服買ってそれを見えるところにかけておくってあるよね。例えばこうねきつい服着たらお腹苦しいけど、あのお腹の肉が減ってきたらそれが緩くなるとか、それも五感のねうちの触覚のそのイメージになると思うんで、ね、
そうだね、うん、だまあ、それもぜひね、うん、ヒントに、うん、していただければと思います。はい、じゃあ、次のポイント、これもね僕自身すごい大事なことなんじゃないかなと思うポイントなんですけども、それは計画を立てるということです。まあ、今僕のやっと取り組んでるリハビリですと、あの段階的にこうやっぱり計画っていうのが決まっていて、あの最初はね本当肩動かせない状態から始まりますから、それをそのリハビリの先生がこう手を持った状態で動かしたりとかして、例えばこの90度までとかね、こう開くときに外旋の0度までとかっていう、そういう具体的な計画があって、それをまあクリアしていくっていう目標でやっていくんですね。で今は自分でこうサポートしながらだったら肩を動かしてもいいっていう段階に入ってるんですね。自分の右手で左手持ってこういう感じで上げるみたいな、まあ、こういうリハビリを家でやってます。結構ね上がるようにね、なってきたね。まあちょっと痛みも伴うんですけど、でもリハビリの時にその痛みっていうのも経験してるので、うん、このぐらいの痛みだったら大丈夫みたいなねのがあって、まあそんな感じでやってるんですけども、でこの計画っていうのがやっぱりダイエットを継続していく上ではとても大事かなというふうに思ってます。それが全くない状態でスタートしちゃうと、まあ、旅で言うなら地図も持たずにナビもセットせずにスタートするみたいな状態なので、やっぱ迷子になっちゃうんですよね。だからゴールを設定した上で、その途中のチェックポイントである小さな目標っていうのも意識しながら計画を立てていくと取り組みがねやりやすいんじゃないかなというふうに思います。だから僕の場合はまずゴールまでの目標があって、それを分割する月単位ぐらいの目標があって、でそれをまた分割する週単位の目標で1日の目標みたいな感じで計画をね立てるんですけども、例えば、この日はできてこの日はできないみたいな時もあったりするじゃん。だけど1週間単位で見たらそのね帳尻があってればそれは計画通りって感じで、うん、予定通りでないとなし崩しになるのよくあるもんね。もういいやみたいなね。まあそれはね、だから計画の立て方がちょっとこう、うん、無理があるとか、うん、無理があるってとこはあるかなと思うのね。うん、やっぱりコツコツとってるんだよね。コツコツはすごい大事、うん、だから1日の計画って立てるの大事なんだけど、それができる日もあればできない日もあるから、それも見越した上での、うん、計画っていう意味で、まあ、週単位月単位の計画もねすごい大事になってくると思います。あの継続していけば必ずその、ね、ダイエットっていうのは前進していけるものなんですね。逆に取り組むやめちゃえば成功してもマイナスになっちゃったりするからってことで、まあ、そのコツコツっていう言葉が本当に大事になってきます。はい、ということで、まあ、これまで3つのポイントを挙げましたけども、まあ主にね、メンタル的な部分のお話でした。まあ、あのダイエットに限らず、どの目標を達成する上でも、まあ、結構大事になるポイントなんじゃないかなというふうに思います。じゃあ最後、2つはノウハウ的な、お話をね、したいと思うんですけど、まず1つ目のポイントは食事です。ダイエットを行う上で、とても重要になってくる、要素として、消費カロリーと摂取カロリーのバランスがあります。消費カロリーに対して摂取カロリーがマイナスの状態が作れないとダイエットはできませんので、食事をコントロールするっていうことがね、あのダイエット成功にはめちゃくちゃ重要になってきます。であともう一個、摂取カロリーをどういう三大要素のバランスで取るのかっていうことも重要になってきて、あのカロリーさえ守っていればどんな食事でもいいかっていうと、そういうわけにはいかない部分もあって、その三大栄養素、炭水化物、脂質、タンパク質で、この3つは体の中で材料として使われる栄養とエネルギーとして使われる栄養っていうふうに、大きくね分けることができて、ダイエットを成功させたい場合、材料となる栄養素をしっかりと取るようにして、エネルギーとなる栄養素をちょっと少なめにするっていう、そういう三大栄養素の摂取がとても重要になってくるんですね。で、材料となる栄養っていうのはタンパク質と脂質で、エネルギーとなる栄養っていうのは炭水化物と脂質っていう感じで、脂質は、材料にもなるしエネルギーにもなる栄養素なんですね。なので優先順位としてはやっぱりその材料となる栄養の摂取っていうのを意識したいとこではありますので、個人的にはタンパク質
の食材を積極的に取り入れるっていうところからね、スタートしていただくといいかなと思います。で、タンパク質の食材を取っていれば、同時に脂質も取ることができる食材もありますので、例えば卵の黄身だったり、うん、牛肉とかね、あとは魚とかは脂質も一緒に取ることができますから、その上でエネルギーとなる栄養素、炭水化物の量を、まあ、ご飯とかパンとか麺類を、まあ、3食の食事で調整するみたいなところが、まあ、スタートラインとしては入りやすいかなと思います。あとは食物繊維ですね。食物繊維の取れる食材を増やすっていうのもダイエットを行う上では、まあ、結構重要になってくるかなというふうに思います。割と言われてからタンパク質は気をつけるなんて、昔全然タンパク質なんて考えてない、最初に言ってたただカロリー減らしちゃいいだろうっていう、やっぱ筋トレ始めてからた、ね、タンパク質と思ってたんだけど、最近なんか体型おかしいなと思って、うん、炭水化物にこう何ちょっと目をやるようになったの。食べてたんだって。あ、たくさん食べてたってこと。うん、でやっぱりね、間食がいけないね。それだとダイエットできない。そうなんだけど、うん、思いのほかやっぱりさ、だからレコーディングダイエットってねって思うけど、うん、本当に書き出すっていうか、書いたらさ、1日か2日書いたらもう分かる、うん、皆さんちょっと1日か2日書いてみて、うん、あ、すごい思いのほかやっぱりね、炭水化物取ってたね。まあ、書き出すのはすごい大事だよね。うん、2日か3日書けば大体自分のパターンっていうかさ、僕もねダイエットするときはエクセルにこう食べた内容と、うん、あのカロリーを書くようにして、そうすると表計算で勝手にカロリーが計算されるから、うん、それで1日の摂取カロリーを把握するようにして。そうだよね、あなたの場合はそういう極端に変なものは食べないから、うん、単純にカロリー落とせばそれでいいもんね。まあそうだね、うん、で私みたいなのの場合はカロリー云々もそうだけど、食べてるとやっぱ炭水化物が肩だなと思って、うんうん、まあ、これまでダイエットをこうやったつもりでもいまいちこう結果が伴わないっていう方は、結構思い返してみるとこうところどころ食べてたっていう話っていうのはね、あると思いますから、それを改善するだけでもすごいね、変化っていうのは体感できると思います。ちょこちょこ食いはいいっていうかね、そのちょこちょこだよね。内容だっていうね。そうそう、同じカロリーだったら、うん、あの細かく分割した方がダイエットはしやすいんだけど、まあそれがちょこちょこがトータルして硬いんだ、うん、まあ、それだとちょっと本末転倒になっちゃうんで。そうなんだよね、うん、食生活を移す鏡が体型っていうことを、ね、ちょっとやだね意識して、うん、でも実際そうだと本当に思う、うん、まあ、食事の取り方っていうのをね、ちょっとこう、コントロールするってこともぜひ取り組みとしてやってみてください。はい、じゃあ、最後もう一つのポイントとして挙げるのは運動なんですけども、まあ、さっきお話しした消費カロリーと摂取カロリーのバランスっていう部分で、消費カロリーを増やすっていうこともダイエット成功の鍵になってきますから、やっぱその消費を増やすという意味で運動を取り入れるっていうことはね、すごい重要かなと思います、うん、僕もやっぱダイエットに入ったら有酸素運動をプラスするようにして消費を増やすっていうことをねやったりするんですけども、あともう一個気づいた点として、僕左肩の手術してから、それまでは自転車とかバイクで通勤したんですけど、それができなくなっちゃったので、地下鉄で通勤するようにして、うん、そうすると駅から職場まで歩くっていうね、その有酸素運動がプラスされるんですけど、うんうんうん、そうすると体重がね思ったより減っていくなって思った部分があって、食事内容でこれぐらいだったら体重キープだろうっていう量を取っててもだんだん体重が減っていくみたいな、まあ、それは電車通勤によるこう歩くっていう有酸素が増えたからかなっていうふうに思うんですけど、だからよくね一駅分歩くとか、うん、あとまあ、エレベーターとかエスカレーターを使わずに階段を使うとかっていう、その日常生活の中で、まあ、体を動かすようにしましょうっていう話って聞くと思うんですけど、それ結構ね効果あるなっていうのを僕自身体感したので、無理なく続けられる有酸素運動として、うん、そういう日常生活の中で、まあ、その運動っていうのを取り入れるっていうのも、うん、ぜひねやっていただければなと思います。あとやっぱりこう理想の体を作るっていう意味では筋肉をつけることによって得られるメリットっていうのは
とても大きいですから筋トレもおすすめしたいなっていうところで、自分のつけたい分の筋トレを行うっていうでもいいでしょうし、あるいは消費カロリーを増やすっていう意味では大きな筋肉を鍛えるのもね効果的ですので、まあ足とか背中とか胸とかね、そういったところをメインで行うのもダイエットにはとても効果的です。その筋肉をつけるメリットとしては大きいのはやっぱり基礎代謝が上がるっていうところで、基礎代謝っていうのは筋量に比例しますから、筋肉をつければつけるほど、まあ、消費カロリーは増えます。あともう一つ、筋肉1キロあたりの消費っていうのも筋トレを行うことによって高まるっていうね話もあって、だからね、塵も積もればなんというので、筋トレを行うことでその落ちる体脂肪っていうのもね、こう長い目で見ればすごい量になると思いますから、メンタルにもいいよね。ああいいと思う。もう本当にいいよね、うん、メンタル、ね、プラス思考になる。そうなの、うん、本当にダイエットしながら筋トレも入れるとより頑張ろうっていう気持ちとか、うん、今そこに向かって動いてるっていうこう実感とかさ、うん、メンタルをいい状態で保つっていうのもすごいダイエットの成功には重要だと思いますから、うん、もうそう考えると筋トレでこう得られるメリットっていうのは一石二鳥にも三鳥にもなるものだと思いますので、うん、ぜひおすすめだと思います、はい、はい。ということで今日は今年こそダイエットを成功させるために意識するといいと思う5つのポイントとして、まず1つ目は自分は絶対できると信じること。そして2つ目は、具体的な目標を明確にイメージすること。そして3つ目は計画をしっかりと立てること。あとノウハウ的な部分として食事と運動についてお話をさせていただきました。これらを意識して日常生活に取り入れることによって、まあ、必ず体型はね変わっていくと思いますので、ぜひ一つの参考にしていただければと思います。はい。僕も今年はね、いろいろこう叶えたい目標っていうのがあって、まあ、そのためには今できることを一つ一つ着実にこなしていくことがね、あの大事になると思いますので、まあ、今日お話した内容っていうのは自分に言い聞かせてる部分はあるんですけどもって感じで、今年もね、頑張っていきたいと思います。私も目標達成するわ皆さんも一緒に頑張りましょう、はい、一緒に目標に向かって頑張りましょう。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。